結婚相談所格差。なぜ Z 社は20代の若い層が少ないのか。はい、こんにちは。投資家で医学修士の卓です。いつも動画を見ていただき、ありがとうございます。今日はね、ちょっと変わった観点から物事についてお話したいと思います。よろしくお願いします。えー、大手結婚相談所。まあ、大手ではないんだけど、まだ、 結婚相談所としては、まだ歴史は浅いんだけど、まあ大手ね、えー、企業がやってるってことで、自分たちでは一応大手って言ってる Z があるんですよ。まあ Z 社ですね。うーん、まあマーケティングが中心のね、まあ誰でも知ってると思うんですけど、昔ね、なんとか事件とか言って起こした、あのー、悪いことしてた会社なんですけど、 えー、まあ、そこの会社がね、えー、婚活事業を始めてね、まあ、Z, Z っていうのをやってます。で、まあ、そこはね、20代の若い層が少ないんですよ。これ婚活してて僕わかるんですけど、めっちゃ少ないです。もう25歳とかほとんどいなくて、だいたい27、8、9、28、9から増えて、で、30から40が爆増してるっていうか、爆、 像っていうか残ってるんかもしれないですけど、結婚できなくて残ってる可能性もあって、そこがすごい多いんですよ。30、40が。で、あのー、この、ぜ、それについてね、ちょっと解説していきたいと思います。まあ僕はね、あの、社会学者じゃないし、あの、文系ではないんですが、まあその分析は結構好きで、まあいろいろね、得意としてるので、まあその観点からお話し,しますこん。まず婚活市場ではね、現状として25歳、これ、 25歳が一番モテるんですよ。あの、大学出てる人だったら大体22,3 22じゃないですか。そっから2年ぐらいした、もう25、これが一番ピークでモテます。もうね、もちろん23とかでもモテるけど、ほとんどいないからね。現実的には、えー、相談所にいて、一番モテるのが25歳ですね。25歳、26歳ぐらいまで。だから、25歳すごいモテるんですよ。ぶっちゃけ言うと。 で、20代も30代も40代もどこの層の男性も、えー、申し込みます。だから一番モテます。で、あのー、これ言っちゃうとね、あのー、まあ、ほ本当の話なんですけど、本当にモテますよ。20代、30代、40代、全部の層の男性が、二、え、十、ー、25歳に申し込むわけで、二、え、十、ー、20代の年収200万台の人、30代の年収300から400の人、 えー、40代の年収800万ぐらいある人、おじ、おじいさんとかね、申し込むわけです。で、今日はその、今月市場についての話より、そのね、うん25歳、ここに書いてるけど、前後の人がね、あの、すぐに売れ、売り切れるんですよ。で、うちの Z 社はね、あの、なんか、荒は女性ばっかり残ってるんですよ。もう30過ぎの人とかね、40とかね、もうそういう人ばっかり残ってて、なんかね、 アラサー女性ばっかり残ってるっていうね。アラサーラ法ね。もう売れ、売れ残りがひどいというかね。あの、それを消化しきれてないっていう。だから、おそらくね、まああの、結局人集め、マーケティングで人を集めるばっかりするんだけど、結局ね、あの、マッチングしてないんですよ。<laughs> 成功してないっていうかね。いなくなるときはおそらくね、やめるときしかないっていうね。もうそういうね、悪いところがあります。で、Z 社になんでじゃあね、若い人がね、 若い女性が少ないのかって。まあ、これについて僕が、えー、今日、僕の、これ分析ですね。あくまで僕の分析なんですけど、えー、他のね、他の会社って、あの、なんかね、アンダー29みたいな感じでやってるんですよね。に、あの、29歳以下割引みたいなね。あと、なんかね、若年層の割引とかがあったりして、結構ね、若い層をがっつり取り込もうとしてます。で、ま、あその、結構、 婚活業界では結構長い歴史持ってるとことかがやってるんで、まあ信用が高いんですよね。信用が高いっていうのはその成婚に至る可能性が高いってことで、まあ結構ね、そこがね、しかも割引やってるんだから、そらね、うまいですよね。うまいっていうのはね、あの、大体信用ある会社とか、こう歴史がある会社の商品って高いじゃないですか。これ何でもそうなんだけど、あの、歴史がね、200年続く老舗の和菓子とか、超高いじゃないですか。 あの、普通の和菓子だったら1個100円とかね、200円とかね、500円もしないんだけど、その何倍もするじゃないですか。だから、歴史があって古いところっていうのは基本的にね、価格が高くてもそれが成り立つんですよ、ビジネス的に。だけど、あえて29歳に向けて割引してるとかね。これね、賢いですね。これ相当賢い。 なんでかっていうと、若い層をね、取り込まないといけないと。で、うちの Z 社はね、あの、ちょっと頭悪い系の人たちなのか、あの、若い人がほとんどいないんですよ。だから、そういう意味では、結局ね、取り込まれちゃってるんですよ。こう29歳割引とかね。そうやってるんで、なんか、マーケティングの会社のくせになんか微妙っていうね。で、なんか他の会社にね、結局若い人取られちゃって、あんまりいないと。が一つ目。で、二つ目ね、あの、六ヶ月で、 成功率何パーセントとか結構出すとこ多いんですよ。6ヶ月で結果を出すっていうところが多いんですよね。まあ、あの、ライズアップで言えば、コミットするみたいなね。成果にコミットするんだってすごく出すんですよ。だから、6ヶ月で80何パーセントとか出してるとことか、えー、結構ね、あのー、すごいですね。あの、やっぱり数字出せる会社っていうのはすごいです。大体の会社が、まあ、うちの Z、僕の言ってる Z 社もそうなんだけど、 あのー、マーケティング会社のくせに数字出さないんですよ。普通ね、あのー、数字っていうのは競争力なわけで、数字が出た方が、あ、すごい、これ、いいんだ、みたいになるんですよ。だけど、数字出さないってことは、結果だ出してないってことなんですよ。結果出してないから、数字が出せないってことです。なので、まあ、そういう意味ではね、まあ,あの数、数字を出してる、6ヶ月で何パーとか出してるところはね、やっぱり強いですね。うん。強いです。そういうところに、やっぱりお客さんがね、行っちゃうんですよ。 6ヶ月で成功率何パーとかね、こう出してるところにお客さんが結局行っちゃうわけで、えー、あの、YouTube でね、なんか、ね、高スペック男性捕まえるためにはね、長期、長期在籍できる人がいいとか言ってるようなね、あの、バカそうな YouTuber いるんだけど、婚活アドバイザー、王さんとかね、ああいうの相手しちゃダメですよ。長期在籍すればするほどいい人と結婚できるかって言ったらそれ違います。確率論的にも、統計学的にも全然違うんで、ちょっとバカですね。 えー、婚活アドバイザーの王様は、まあ、バカなんだろうと。地方の、あの、なんか、頭の悪い大学出てるってことで、まあ、あの人の話は今日はしないんですけど、だから、こういう観点から、その、Z 社はね、あの、Z 社には若い女性がいないと集まらないんですよ。他の大手、大手婚活をね、えー、真剣にやってる会社に若い女性取られちゃって、若い人がいない。もう、荒さ荒ーのおばさんばっかり。 だから、僕は Z 社は勧めてません。あのー、若い人にはね、Z 社は進めません。えー、で、次が、このマーケティングのね、会社のくせになんか戦略悪いよねって僕いつも思うんですよ。それについてお話しします。まあ、大手、マーケティングの会社が母体なんだけど、そのくせにね、なんか戦略が悪いんですよ、マジで。あのー、この会社本当何をしたいのかっていうのがね、あのー、わかんない。うん。 で、僕なりに考えて分析した結果、これ僕なりの分析ね、えー、以下のものが挙げられます。えー、なんでね、こんな悪いマーケティング、効率の悪いことばっかりやってんだと思うんだけど、おそらくそれには理由があってね、僕の分析ではね、えー、この3つだと思います。一つ目、そもそもね、あの、儲けるためのマーケティングには、あの、成婚させるのは関係ないと。つまり成婚させなくても、それは儲かるんだから、いいじゃないかっていう思想があると。 だから、なんかね、意味不明なことをいっぱいやってるんじゃないかなっていう風に感じます。結構ね、あのー、マーケティングの会社なのになんか、バカじゃないのみたいなこといっぱいあるんですよ。いっぱいあるし、うーん、いっぱいそういうのがあります。えー、その広告だけじゃなくてね、ホームページとか広告だけじゃなくて、いろんなところで、ね、見られます。で、末端の人間っていうのは、そのいわゆるコーディネーターとかね、あのー、地方の、地方っていうかその店舗の人間。 この言う人間っていうのはおそらくね、その、マーケティングとかほとんど知らないというかね、あの、なんだろう、なんだろう、その、あの、分野をね、あの、共有してないというかね、普通ね、あの、企業でね、こう、ある方向性を持って何か仕事するときってある程度共有して、そこに向かっていくんだけど、ここはなんかね、マーケティングばっかりやってるのか、なんか偏ってる会社で、あんまり末端の方がね、教育されてなくて無能なんですよ。 で、もしかしたらその分業みたいな感じでね、いや、お前らそういうなんか客集めはしなくていいんだみたいな感じなんかもしれないし、ちょっとわかんないんだけど、その、おそらくその、なんだろう、そういう意味でね、業務分担して、マーケティングは本社がやって、子会社がね、あのー、婚活事業をやるっていう感じなんかもしれないんだけど、そもそもなんかね、意味不明なことがいっぱいやってるんですよね。だから、まあ、頭悪いのかね、統一が取れてないのか、どちらかですね。 で、まあ、僕がそこから考えるのは、やっぱりそもそも儲けるためのマーケティングには成功は関係ないんじゃないかなっていう結論が出てます。これは僕の分析ね。で、二つ目ねあの、長期在籍するほど儲かる。これね、他の相談所と違うんですよ。他の相談所は、早く結果にコミットするっていうねあの、ライズアップじゃないですよ。ライズアップはコミットするだけだけど、もう早くね、6ヶ月で勝負がつくんだと。6ヶ月で結果をコミットしないとダメっていうね、長期戦にはしないんですよ。 それはやっぱお客さんのためでもあって、お客さんのね、その、費用の問題でもあったり、あとお客さん疲れるじゃないですか。6ヶ月もやったら疲れますよ。それを、結局ね、長期在籍するところっていうのは、まあ、そのお客さんを疲れさせたりとかね、えー、結局長期在籍させることによって収益を得ようとするから、その、まあ、悪いって言ったら悪いんですよ。婚活って疲れるから、もう本当にね、6ヶ月の短期勝負、 短期って言っても、まあ中期、まあ短期かな。6ヶ月勝負が本当は正しいんじゃないかなって僕は思うんですけど、別にあのなんか他の会社に加担してるわけじゃないんだけど、まあ6ヶ月勝負が普通、普通にいいんじゃないかなと思うんだけど、Z 社はね、長期在籍するほどやっぱり儲かるっていうマーケティングなんで、そういうやっぱり手法しか取れないのかなと。あとやっぱり6ヶ月で全然結果出せてないから、すあの数字も出せないと。1年ですら数字を出せない。 成功率がどれぐらいかっていうね、まあ、数字を出せないっていうところがね、やっぱり弱いですね。うん。だって数字出すっていうことは、それ嘘言ったらダメなわけで、あの、嘘言ったら行政処分受けるわけだからね、Z 社が出せないっていうことは、数字をね、6ヶ月の数字を出せないっていうことは、おそらく、あの、成功率悪いっていうことなんですよ、これは。おそらくじゃなくて、絶対悪いから出せないっていうことなんです。で、企業っていうのはね、その悪い数字の場合、出さないからね。あの、 出せなくていいものは出さないから、だから結局ね、あの、まあ、マーケティングの会社の割にはね、うん、意味不明って思うのはそこなんですよ。長期在籍すればするほど儲かる仕組み。だから長いこと言ってください。えー、成婚させなくてもいいですよっていう戦略の可能性が高いと。これ僕の分析です。で、えー、ならばね、こう、あの、アドバイスしないでいるっていう方がコスパが高いんですよ。 だから僕のコーディネーターもあんまりアドバイスしてくれないし、なんか言ってもね、なんか、あの、無視したりね、連絡がね、なんか一週間後になっちゃったりとかね、あのー、アドバイス本当にないんですよ。で、なんかホームページではね、なんか一人一人に合ったコーディネートをするみたいなこと書いてるのに、えー、全然ね、嘘ですね、あれは。あれはもう本当に嘘ばっかりですね。アドバイスなんかほとんどないですからね。で、アドバイスし,してもらったらね、逆にね、悪くなって結果が悪くなるんですよ。だから、おそらくね、安い人、 人件費で、あの、素人を雇ってるっていう可能性がね、結構高いんですよね。だから、安い人件費で素人を雇、雇えばね、雇えば結局、あのー、利益が出た時に、その、会社としてね、えー、減る分が少ないから、まあ、利益に、あの会社の利益としては貢献できるから、やっぱりね、素人の安い、えー お金で雇ってる人が多いんじゃなないかなっていうふうに、まあ、ここからね、まあ、余裕で分析できますね。わかりますね。ということで、まあ、マーケティングの会社のくせになんか戦略が悪いですよね、ここ本当に。の、その理由として、3つを挙げました。<coughs> で、ここからがね、かなりみそのとこになるんですけど、あの実際はね、まあ、こうどういう職種の人が見てるかわかんないんだけど、あのいろんなまあ職種の人いると思います。 だけどやっぱり実際は、ね、お客さんの満足度が高くなっ、うん、くくちゃいけないわけじゃないですか。お客さんの満足度が悪くなるとどうなるかっていうと、これはあの悪循環なんですよね。つまり、えーまあ、職種業種にもよりますけど、お客さんの満足度が悪くなるとこのリピーターが増えないで、紹介客が増えないと、だからあの新規顧客を獲得しないといけないっていう方向になっていくわけで、厳しいんですよね。 あのーまあ、僕、コンサル出身ではないんだけど、あのー、コンサル出身ではないですよ、ないんだけど、あのー、個人的な考えを言うと、あのー、お客さんの、ね、満足度をやっぱりある程度高めていかないと、結局、リピーターも増えないし、紹介客も増えないから、結局、悪循環なんですよ、すべてが。で、あのー、新規顧客を獲得するのって結構難しいんですよね。 あのー、コンサル出身じゃないけど、新規顧客獲得するんだったら、リピーターを増やした方が、絶対戦略的には僕はいいと思うし、あのー、紹介客が増えてうん、例えばある商品をね、安く、まあ、スーパーの場合ね、安く売ってたと、あお客さんが見てね、なんかこれ安く売ってるなとか言って、最近ちょっと安く売ってるなとか言って、友達とか知り合いにしゃべったら、他のお客さんが集まってくるじゃないですか。だから別にねあのー コンサルの中では高く売れ、高く売れとか言う人いるんだけど、安く売って目玉な商品にすることで、そのお客さんが増えあの集まりやすくなるっていうまあメリットはあるんですよね。うん。で、逆に高く売りすぎると、お客さんにね、え、これ高いねとか、これだったら近くのお店だったらこの値段であるのにとか言って悪くなって客が減ってリピーターも減っていくと。まあそういう観点もあるしね、そのまあもちろんジャンルにもよりますよ。あの、なんか不動産とかだったらね、 あのー、客はもうほぼ単体じゃないですか。なんか友達の紹介で家を建てるとかなかなかなくてほぼ単体で来るから、単体のお客さんに対して相手をしないといけない。だからそもそもそのなんだろう。不動産業者で悪いことするところが多いのは、そもそも紹介とかで繋がらないからね。単体のお客さんを商売にするから、あの悪いものを売ってお金稼いでももうそれで終わり。 ただまあそこのなんか会社本当に家建ったのに欠陥住宅だったとかってまあ確かに噂にはなるけどあのお客さんなんか悪いもの売ったからそのなんかリピーター が減るとかね、紹介客がつかないとかそういうことないわけで、だからまあ不動産業者はね、あの、どっちかというと満足度はあんま関係ない気がします。ただ大手の不動産業者とかになると、あの、アフターサービスとか結構ね、やってお客さんの満足度を上げるっていう大手もあります。あの、本当に大手のね、あんまり 言えないけど、不動産業種とかではね、そのなんかアフターサービスとかも無料でやったりとかね、何、えー、とか点検と、何年点検みたいなのやったりとかね、なんかいろいろやってね、お客さんの満足度上げてるとこもあります。まあ、あの、評判下げるより上げといた方が <laughs> 悪くはないですよね。まあ、紹介客が得ら,れ得られる分野ではないけど、不動産とかだったら、なかなかね。まあ、それよほどね、なんか社長とかね、あのー、 会社役員の家、家を建てたとかだったら、あの、紹介客がつくかもしれないけど、普通のお客さんから紹介客つくことないんで、まあ、不動産業者の場合はね、まあ、満足度はあんまり関係ないかなと思います。で、まあ、話逸れちゃったんだけど、ええー、その、儲けるための、あこの Z 社はね、えっ、ー、と、儲けるための婚活ビジネスをやってるので、結論的に一番ね、その、売れる20代を、 入れるより、アラサー女性に長期在籍してもらった方が会社としては利益が大きいんですよ。ここポイントね、これ絶対覚えておいて。えー、僕のこれ分析結果なんだけど、結局その Z 社っていうのは、こう Z 社ね。Z 社っていうのは、えー、婚活ビジネスでやっぱり一番売れるね20代を入れるより、アラフォー女性ね。 この結婚しにくいアラフォー女性に長期在籍し,在籍してもらう方が、会社、と企業としての利益が大きいから、結局アドバイスもあんまりしないし、あんまりね、あのーこう、ためになることやってくれないんですよ。だってそれが一番儲かるもん。そういうマーケティングをするんだったら僕、僕だったらそうしますけど。まあ僕だったらそうしますね。僕が婚活ビジネスやってて、あのー、マーケティングのやつらがね、あのー、いや、長期在籍がいい,いいんだよとか言ったらね、まあそれは、 あらそう、あら女性にターゲットをつけて、ここに長,長期在籍してもらうっていうのが一番儲かるからね。で、あの、これがね、結局、紹介客ではなくて、なんでね、この、じゃあぜ、あの、Z 社の母体である大手マーケティング会社がね、あの、こんな、あの、アラサー女性、 を長期在籍して満足度をね、えー、悪くして悪循環なのに、えー、お客さん集めれるかというとここがポイントなんですよこれね自社のマーケティング戦略があるからなんですよねつまりその普通のね普通の会社とか中小企業とか大手企業でもマーケティングやってない会社っていうのはマーケティングしようと思うとまあ、もちろん部署があったりするかもしれないけどそのそれなりにコストかかるしなんか宣伝してもらうための費用とかね。 あの実際に費用はかかるんですよで日本の場合ね、あんまりマーケティングにお金をかけないんですよね。あのいやそういうのにお金かけるんだったら、お前が動けよみたいな感じで、えー、現場主義とかだったりする場合もあるし、営業主義、現場主義だったりする場合があるんで、あんまりそこまで、ね、そのマーケティングにお金をかけません、日本の場合は。でそ,のそれもあるし あるんだけど、自社がマーケティングの会社であれば、その別にね、あの、紹介客がつかなくても、リピーターがつかなくても、新規顧客獲得しやすいんですよ。僕さっき言ったのは、新規顧客よりリピーターの方が大切だって言ったんだけど、あれはね、中小とか、あと大企業でマーケティング部門がでかくないところです。 でかくないところは、あの、リピーター増やさないと、新規顧客獲得するの大変で、あの、莫大にお金かかるし、あの、時間もかかるし、大変なんですよ。だけど、自社でマーケティングやってる会社っていうのは、新規顧客集めるの得意だから、その別にね、あの、お客さん満足しなくてもね、お客さん機嫌悪くてね、成功できなくてもビジネスになるわけです。まあ、そういう意味ではね、やっぱり、マーケティング会社の戦略がそこにあるんじゃないかなっていうふうに、僕は分析しています。 うん。まあ、はっきり言って悪い会社ですね。<laughs> あの、普通はね、お客さんに喜んでもらって、いい商品をね提、提供して、またね、お客さん紹介してもらったり、リピーターになってもらうっていうのがね、あのー、まあ、経営、運営の基本的概念なんだけど、まあ、自社にマーケティングがあったら別に、あのー、新規顧客獲得できるし、まあ、いいや、みたいな。アラサー女性、とりあえず長期在籍してもらったら金儲かるし、みたいな。まあ、そういう感じになのかもしれないですね。うん。 だから、僕はこういうふうに今分析してますので、あの、Z 社はね、ダメですね。全然進められない。あのー、ダメな会社だと思います。まあ、さっき言ったように、やっぱり若い人もいないしね、しかも。てか、そこに論点がないからね。金儲けするための長期在籍が論点だから、おそらくね、ダメな会社ですね。その第三者としてね、利用者として、お客さんとして見るとダメな会社ですね。 はい。ということで、まあ、最後までご視聴ありがとうございました。まあ今日はね、えー、大手マーケティング会社の、えー、まあ子会社の婚活結婚相談所をやっている Z 社について、Z についての、えーまあ、僕の分析結果のまとめですね。えー、まとめを、えー、公表しました。 まあ、今日の動画はね、面白いなと思った方とかね、ぜひね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、今日のはビジネス関係でもあるし、あと、まあ、ビジネス要素が強いかな。まあ、婚活というよりはビジネス要素が非常に強いんだけど、えー、まあ、これから他のね、婚活動画とかも上げてるので、ぜひね、えー、興味のある方ね、婚活とかね、ビジネスとか興味ある方ね、そういうのを見てもらえればと思います。最後までご視聴ありがとうございました。